薬局や病院での調剤業務をサポート。割り算の余りが出せるので、薬の係数調剤に便利な余り計算機能。月をまたいだ日数の計算ができ、次回来局日の予測に役立つ日数計算機能を搭載。カシオの余り計算電卓 MP12R。薬によってワンシートあたりの数は6錠、10錠、14錠、21錠など様々ですが、余り計算電卓があればすぐに必要なシートの数と余りが計算できます。例えば1日3回、1回1錠、30日分処方する薬がワンシート14錠の場合、余り計算電卓なら割り算の答えと余りを一度に計算し同時に表示。通常の電卓よりも計算回数が少ないのでミスも減り、スピーディーな係数調剤が可能。数種類の薬を同時に処方された場合でもそれぞれに必要な数量を素早く計算できるので、患者様をお待たせすることなく処方された薬を正確にお渡しできます。また8月8日に28日分処方され、次回来局日を予測したい場合、日数計算機能を使えばカレンダーを見なくてもすぐに日付の確認ができます。簡単に次回の来局日が予測できるので、薬の在庫管理や発注管理に便利、次回の投薬日管理にも役立ちます。余り計算機能と日数計算機能を搭載したカシオの余り計算電卓 MP12R が調剤業務の効率化を実現します。